夏の交通安全県民運動が今日から始まりました。金沢市内では子どもたちの事故を防ぐ交通推進隊員の委嘱式が行われました。金沢市の交通推進隊員は児童の登下校を見守るボランティアで、今年は468人が委嘱されました。県内では今年に入って交通事故で亡くなった人は8人で、去年の同じ時期と比べて20人減っています。しかし今年4月には金沢市内の児童が、また先月には千葉県の児童が犠牲になる痛ましい事故が起きています。子どもと高齢者に重点を置いた交通安全運動も始まり、隊員たちは一層の見守りの強化に努めたいと話していました。